どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンバーホテルの新プロモーションがとうとうね、発表されましたので、本日はこちらを速攻でね、やっていきたいなと思います。ということで、待ちに待ったですね、マリオットボンバーの新プロモーション発表されまして、以前ですね、ちょっと細かい話の中でですね、期間だけね、発表されてますよっていうね、話をさせていただいたんですけども、今回ね、内容が公開されまして、一泊に対して1000ポイント、またね、宿泊実績2倍キャンペーンもね、来ましたということで、2023年、マリオットボンバーのね、ステータス使用される方はですね、かなりね、嬉しい内容だと思いますので、気になる方はですね、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。それではね、今回のプロモーション、キャンペーンの詳細ですね、いきたいと思いますけども、まず対象者はね、全会員っていう風になっておりまして、キャンペーンのね、エントリー期間が2023年の4月9日までっていう風になります。で、宿泊期間がですね、2023年の2月の7日から2023年の4月の23日までっていう風になります。で、今回のね、プロモーション、キャンペーンの特典ですね、対象となる宿泊1泊ごとに1000ポイント、またね、宿泊実績をプラス1泊ということで、宿泊実績2倍ね、もらえるキャンペーン特典っていう風になります。で、今回のね、対象となる宿泊で、今回ね、1泊ごとに1000ポイント、宿泊実績2倍もらえるんですけども、こちらはですね、宿泊費用を支払って利用する滞在がね、キャンペーンの対象っていう風になりますので、キャッシュ&ポイントとかですね、無料宿泊、もしくはポイントで交換した場合ですね、また外部予約サイトからの予約に関しては、今回のキャンペーンはね、対象外っていう風になりますので、この点はね、ご注意ください。またですね、対象外のね、ホテルブランドっていうのがありまして、まあ、先日ね、私が利用した、ホーム&ビラバイマリオットですね。あと、マリオットエグゼクティブアパートメント、マリオットバケーションズクラブ、マリオットグランドレジデンスクラブ、シェラトンバケーションズクラブ、ウェスティンバケーションズクラブ、セントレイスレジデンスクラブ、ラグジュアリーコレクションレジデンスクラブということで、この中のね、ホテルブランドは対象外っていう風になりまして、マリオットボンボイのね、公式サイトを検索しているとですね、マリオットバケーションズクラブはね、私見たことがあるんですけども、それ以外ちょっとね、出てくるかちょっとわかんないんですけども、このマリオットバケーションズクラブはね、普通に出てきますので、まあ、ここはね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、今ね、読み上げたところも、対象外っていう風になりますんで、今回ね、キャンペーン利用されたい方はですね、このホテルのブランドはね、利用しないようにしてください。またね、各ホテル1泊1部屋のみね、今回の本プロモーションね、カウントされるっていう風になりますんで、まあ1回のホテルの宿泊で2つとかね、客室を抑えたとしても、まあカウントされるのはね、1つだけっていう風になります。で、またね、ポイント、宿泊実績の付与自体は、滞在完了後7営業日以外にね、付与っていう風になりますんで、滞在完了してからですね、しばらくね、時間かかりますので、この点もね、ご注意ください。で、マリオットボンボイはね、デートして、ポイントでもらうか、マイルでもらうかっていうのが、まあ、選択できるようになってるんですよね。こちらね、まあ、知ってる方、知らない方いらっしゃると思うんですけども、こちらね、マイルにしてると今回のね、キャンペーン対象外っていう風になりまして、これね、よくわかんないんですけども、私もですね、一回、マリオットポイントを、アラスカ航空のね、マイルに交換した時に、これね、変更されちゃったんですよね。これね、なんで変更されたのかちょっと私もわかんないんですけども、まあ、マリオットからね、メールが来まして、変更完了しましたみたいな。した覚えはね、私は全然ないんですけども、まあ、こうなったこともありますので、この点はね、本当に注意してください。もしね、最近の滞在で、まあ、マリオットポイント全然付与されないみたいな、おかしいみたいな感じがありましたら、マリオットボンボイデスクの方にね、電話して聞いてみてください。私はね、変更のメールが来ましたんで、その後ね、デスクに電話したら、まあ、どうやらね、アラスカ航空のマイルに交換した時に、まあ、付与がね、マイルに変更になったんじゃないかみたいなね、まあ、よくわかんない話だったんですけども、まあ、私はね、した覚えがなかったんでね、まあ、それで元のね、ポイントに戻させていただいたわけなんですけども、この点はね、注意していただければなと思います。まあ、こういったね、感じになりまして、2023年ね、まさかね、宿泊実績2倍キャンペーンがね、正直来ると思ってなかったので、いや、これはね、めちゃくちゃいいですね。ちょっと期間がですね、2月の7日から4月の23日までということで、だいたいね、2ヶ月ちょっとぐらいしかないので、いやね、これはね、どうしましょうかね。ちょっと考えていかなきゃいけないですね。国内もね、もちろん
今ね、全国旅行支援ね、やっておりますので、まぁ、ちょっとね、これの関係もあってね、マリオットボンボイホテルはね、非常に値段が上がってるんですよね、国内。ですんで、ちょっとね、いいホテルとかはね、本当に高くなってますし、まぁ、そこまでね、昔のカテゴリーで言うと低いホテルでもですね、東京都心とかね、かなり値段が上がっておりますので、ちょっと利用しづらい部分はあるかもしれないんですけども、国内もね、いいと思いますけども、海外もね、利用することがね、もうしやすくなってきておりますんで、2022年ね、最後の方にヒルトンダイヤモンド仕様で利用させていただいたクアラルンプールともね、もともとホテル代がね、非常にね、安くて利用しやすいね、エリアもございますので、まあこちらもね、ぜひ検討してみていただければなと思います。で、今回ですね、私は、マリオットのね、アプリにこんな感じでね、プロモーションの画面にね、ちょっとうまく映んないかもしれないんですけども、こんな感じでね、プロモーションの登録来てるんですけども、これね、中には来てない方ね、いらっしゃると思います。で、期間がですね、2月の7日からということで、この動画出てるのは1月の24日ということで、発表されたの多分さっきだと思うんですけども、これね、毎年そうなんですけども、すぐね、表示されない方ね、結構いらっしゃいますので、もしね、この動画を見られて、マリオットのアプリのね、アカウントのところからこのプロモーションでね、見ることができるんですけども、まあ、これでね、もし表示されなくてもですね、そこまで焦らないで、しばらくね、待っていただければなと思います。まだね、2週間近くありますよね。もしね、直前になっても、まあ、どうしても表示されなくてエントリーできないようであればですね、マリオットアメックス、こちらのクレジットカードの裏面にですね、電話番号ね、マリオットボンボンデスク書いてありますので、まあ、そちらに電話していただければね、おそらく利用できると思いますので、まあ多分ね、こちらのプロモーションね、一応、Q1 グローバルプロモーションっていうのが、記載がないので、多分これ Q1 グローバルプロモーションだと思うんですけども、まあ、誰でもね、利用できると思いますので、ひとまずね、そこまで焦らず、もうちょっとね、表示されてない方はですね、気長にね、待ってみていただければなと思います。ということで今回ですね、宿泊実績2倍は来ましたので、こちらね、マリオットボンボイプレミアムカードね、保有されている方は、まあ、年会費の更新、まあ、入会していただいた時と、年会費更新した時にですね、15泊のね、宿泊実績がもらえるっていう風になりますんで、残り35泊っていう風になりますよね。ですので、18泊すれば、キャンペーン中にね、今回のプロモーション中に、宿泊すればですね、キャンペーン対象になるということで、で、ちょっとね、ホテルの安いクアラルンプールでね、探させていただきました。ちょっとこれはね、場所とか気にしないで、宿泊費用でね、調べてたんですけども、フェアフィールクアラルンプール、ジャランパハンホテル。こちら2月7日から2月の25日で、3625.20リンギットということで、これを、今のね、日本、リンギット円で、計算すると30.41円ということで、これね、18泊して、11万236円。安いですね。はい。1泊5000円ぐらいの計算になるかな。はい。そのぐらいになると思いますんで、いや、結構いいですね。あとね、AC ホテルクアラルンプールとか、ここだと、同じ宿泊日数18泊で 3800.16リンギットということで、これだったら115,558円という風になりますんで、いやー、クアラルンプール安いですね。18泊で11万ってめちゃくちゃ安いですね。まあ、これで、宿泊していただければ、まあ、現地にね、いますんで、どちらもね、多分朝食もしかしたらつかないのかもしれないんですけども、まあ、滞在費はね、かかりますけども、まあ、11万円台でね、プラチナ防衛できるっていう風になりますんで、これでもね、いいですね。はい。で、ステータス修行といえば、マリオットの聖地ね、4ポイントバイシェラトン函館ですね。こちら2月の頭から18泊だと、だいたいね、217,956円。結構高いですね。これがね、下旬でもね、だいたい同じぐらいの価格なんですよね。4000円ぐらいしか下がりませんので、で、3月の頭も同じぐらいだったんですよね。で、下旬になるとちょっと下がって、こちらですね。3月19日から4月の6日で7日チェックアウトで197,640円ということで、まあ、こんな感じですかね。国内だとちょっとね、このキャンペーンが2月の7日から4月の中旬、まあ、下旬ぐらいか、なりますんで、ちょっとね、ここら辺だとね、4ポイントバイシェラトンもそこまでね、安くない。まあ、もともとね、今全国旅行支援もやってるんで、少し値段が上がってる部分もありますんで、まあ、こういった感じになりますかね。ちょっとね、国内だと、お値段がね、20万円ぐらいいっちゃいますかね。
いやね、クアラルンプールはね、18泊で11万とかね、めちゃくちゃ安いですね。ちょっと調べてね、ちょっとびっくりしたんですけども、まあ、こんな感じになっておりますので、まあ、ぜひね、2023年の週をね、まあ、いろんなところ泊まってね、宿泊に実績2倍受けつつですね、利用できる方ならね、それで達成していただくのはね、いいのかななんて思うんですけども、まあ、ちょっとね、節約されたい方はこういった感じですかね。まあ、もちろんね、マリオット、アメックスプレミアムカードはね、年間400万円決済していただければプラチナになれますので、まあ、ここはね、できる方、できない方、まあ、私はね、できませんので、もし防衛するんだったら、まあ、こういった感じで利用するしかね、ないからっていうところなんですけども、まあ、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回ね、速報ということで、マリオットボンボンホテルがですね、新しいプロモーションをね、発表いたしましたので、解説させていただきました。まさかね、宿泊実績2倍キャンペーンがね、来るとは思っておりませんでしたので、非常に意外だったんですけども、ぜひね、2023年ステータス防衛される方はですね、キャンペーン期間がですね、2月の7日から4月の23日までっていう風になりますんで、まあ、どんどんね、ホテルもね、抑えられていくと思いますので、ステータス防衛ね、この期間にね、お得にされたい方は、できるだけね、予約早めに取っていただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too